皆さん突然なんですが、ギルソン・P・ポンテスってご存知でしょうか。正確にはですね、 LGS ゲームズプロダクションっていうゲーム会社がありまして、そこのゲームクリエイターの方がギルソン・P・ポンテスさんなんですけど、びっくりするぐらいのクソゲーを作っております。私も過去に2つほど作品を遊ばせていただいたんですが、脳みそが破壊されました。いや本当にビビるほどクソゲーなんですよ。まあ動画を見ていただくと分かるかもしれないんですけれども、分かりやすく言うとクソゲー界の大谷翔平。ただしクソゲーすぎてファンすらいます。ただ2本ほど遊んで感じたのが、このゲームシリーズを遊ぶと他の大概のクソゲーがクソゲーと感じなくなるんですよね。いわば禅のようなゲームでしょうか。まあ信じてない方のためにどれぐらいクソゲーかっていうのをお見せしたいと思いますが、プレイステーションストアの評価で言うと星 2.23 です。こんなゲームめったにねえぞ。ファイナルソードですら 3.43 あるわけですからね。そのクソゲーっぷりが伺えるかと思います。まあ8番出口をパクった出口9に関しては評価 1.88 なんで、そこをも上回ってくるクソゲーなんですけど、これはちょっと別の意味で評価が低かったりするんですよね。まあ何はともあれ、ギルソン・B・ポンテスはものすごいクソゲーをたくさん作っているんですけれども、で今回ちょっと私まだ遊びきれてないゲームがありまして、それがこちらですね、サマエル・ザ・レガシー・オブ・オポチュニティじゃないオピューチュースなんて書いてんの、なんて書いてんだよ。あ違う、これね、オフィウコスだった。オフィウコス読めませんでした。あまりのクソゲーすぎて4分しか遊んでませんね。いや4分でクソゲーかどうかなんて判断できないよねって思いますよね。普通ならそう思いますよね。いやこのゲームに関してはできてしまったんですよ、その判断が。っていうのはこの後皆さんもすぐわかるかと思いますが、ただね、今回このゲーム、まあ、せっかく購入したわけですから、もうちょっとちゃんと向き合いたいなと思いまして、紹介がてらこの動画を撮っております。ね。1540円もするんだよ。ちょっと待って。俺これセールで買ったよね。俺これに1540円は、俺ちょっと過去に戻って自分を殴りたい。じゃあちょっとプレイ、ね、していきたいんだけど、そもそもどういうゲームなのかっていうのをまず見てみましょうか。事前準備がないとね、ちょっとショックが大きすぎるので。まずゲーム画面なんですけど、なんか主人公呪いかなんかにかかっているのでしょうか。顔が化け物みたいになってますね。ほわほわ、ドラゴン出てる、ドラゴン乗って飛んじゃってるよ。めっちゃ面白そうじゃ騙されないでください。これ嘘だと思うんで、下手したら。要塞の剣オノムジム、こちらなんですが、スクリーンショットこうやってあるんですけど、これ全部嘘ですね。ドラゴンと戦った記憶私ありません。これ馬乗ってますけど、馬も乗れてないと思うんですよね。乗った記憶ないですね。あ、このスクリーンショットは本物ですね。まあ、こういうゲームプレイでした。で、こいつが死なねえ死なねえ。30分ぐらい叩き続けてやっと死ぬ敵です、こいつ。だからこういうね、あ、インディーで作ったすごい超大作なのかなって期待してしまうところがあるんですよね、こういうの見てしまうと。すごそうだもんね。みんなここに騙されるんじゃないかなと思います。ドラゴンに乗るゲームだと思うじゃん。ドラッグオンドラグーンみたいな、みたいな。なんで敵味方こんなテカテカしてるんだろうね。テカテカしすぎやろ。ゲームの情報なんかを見てみますと、中世の世界を探検する。サマエルは平和が数世紀にわたって完全に調和して君臨したネバーエ王国の最も美しく強力な司令官の一人です。サマエル自身が時を経るにつれ、彼は自分自身と彼の王に善と悪が共存できるのかどうか、この広大な王国の支配者に疑問を投げかけました。というわけでね、これどうでもいいです。ストーリーなんてほぼありません、ね、今までは。今回から違うかもしれないね。ちょっとまだ油断できないんですよね、これね。いや、そうなんですよ。ギルソン・B・ポンテスのゲームは下手したらすごい面白くなる可能性をはらんでいるんですよね。というわけでね、ではやっていきましょう。始まりました。一体どのようなゲームプレイになっているのか。私もね。いや、まあ、一回起動してるんで。でも4分で終わってるから、もうほとんど記憶にないんですよね。脳が焼かれて終わった4分間だったんで。ロード時間は長めです。来たよ、ほら、ギルソン・B・ポンテス出ましたね。そのロゴを見るたびになんかちょっと心躍るんですよね。ワクワクっと。さあ、ムービーから始まりましたね。はい。まあ、ムービーは一旦置いといて、早くゲームを進めましょうか。
あ、これムービー飛ばせないんだって、これオープニングムービー。まあ、他のゲームもそうだったんですけど、だいたい1分から2分あるムービーがですね飛ばせません。起動するたび毎回飛ばせません。だからこの間に体のストレッチとかをしてね、十分に温めといてねっていうね、ギルソン・ B ・ポンテスサイドの心遣いなわけですよ。あ、来た。え、今回思ったより早かった。今1分もなかったよね。プレス、エニーボタンということで、なんかね、真っ暗なのかなと思いきや、なんかチラチラ映ってるんですよね、なんか走ってますねなんかこの人がサマエル、ちょっとサマエルが暗すぎて見えないんだけど、あ、いたいた、サマエル。暗闇、夜明けかな、夜明けを走っているのかなね、夜明けを走るサマエル、まあ、こんなの見ててもしゃあがないんで、じゃあ始めましょう。忘れてたあのこれゲーム音、全部コントローラーのスピーカーから出てきます。うるせえうるせえ。ちゃんとイヤホンからも出てるんですよ。ちゃんとイヤホンからも音は。だから言ってしまうとあれですよね、バイノーラル録音のゲームっていうことですよね。ちょ待てよ、これ3万円近いイヤホンすらも無駄にさせてきます。うるせえ、ちょっと待って、これ音切りますね。さすがにこれはうるさすぎる。とんでもない迫力でしたよね。こっちからとこっちからで、ね、すごい迫力だよね。没入感上げてきたな今回。さあ、ではゲーム始まってますけれども、なんだこれ、まだ始まってないのかなって錯覚しちゃいますね。暗すぎだろ、いくらなんでも画面がよ。何これ、こんな真っ暗なの、どういうこと。ちょっととりあえず進んでます、今進んでます、進んでおりますが、さすがに暗すぎて、なんだろう、何かをしなきゃいけないっていうことなのかな。そのゲーム開始いきなり巨人墓地に叩き込まれるって、そんなことありえるんだかっていうそんなこと。いや、ちょっと今度暗くて分かる。なんか急に光った、急に光った。何これ、燃えてる、なんかが燃えてます。いや、にしてもちょっと暗くて真っ暗、ま、ちょっと何これ、どうしたらいいの。なんか来た、木だ木があった、ちょぼーってやめたんですよ前前だからやめたんです。暗すぎだろがいという話なんですね。これどうにかならんのかい。ちょっとあの、ひょっとしたら画面の設定で明るさ調整とかできるかもしれないので、ちょっとステータスでオプション見てみようかな。ポーズ。オプションとか一切ないんだわこのゲームごめん、あっくそ、忘れてたわ。ギルソン・B・ポンテスオプション未実装なんだよね。音のバランスとかも一切整えられませんし、それどころか今回は操作方法もわからねえなこれ。さてはちょっと待って、あのね、タッチパッドでひょっとしたらなんか開くかなと思ったんだけど、タッチパッド押すとね、攻撃してるようにも見えるんですよねタッチパッドが攻撃ボタンなのこのゲーム。いや、待って、暗すぎていくらなんでもどうにもならんって、これ本当に360度真っ暗です。マジで何なのこれ。あ、ジャンプしてるっぽい。なんかどっか行ったら明るいとこ出られると思うから、ホラーゲーなのホラーゲーなんかこれは。多分 R1 攻撃ですね。R1 攻撃。あ、ダッシュある、ダッシュある。左スティック押し込みダッシュです。なんなのこのゲーム画面。ちょ、待って。え？あー、ちょ、待っ、ちょ、ごめん、あー、あー、ちょ、あー、あーって。やめて、向き合えね。なんか出てきた。なんか三角ある、三角。三角2つ出てきた。三角に向かって走る。あ、あちこち三角がある。説明しよう。ギルソン・B・ポンテスのゲームは、大体のゲームがオープンワールドとなっていて、広いオープンワールドの各地に点在する敵を倒して回るというのが基本のゲームシステムとなっております。あ、明るくなった。
いやちょっと待って、でもちょっと明るくなったけどさすがに見えねえな。あ、うわ明る、うわそっか、ゲーム始まったらまず明るいところに出るゲームか。ちょっとさ操作方法とか確認したいね一旦ね。でキャラが画面に近いな、だいぶだいぶ近い。まず四角、四角がジャンプ、バツは、バツ使わない、三角なんかステルスステルスしたら四角なりすぎて、ちょっと待ってこれステルス使う要素あんのかこれで、丸、丸、スローです違う、これあれローリングですね。だローリングするたびに毎回スローなんだよね。これなんか意味あるね。普通ローリングでスローになるときって皆さんどういうときですかね。ジャスト回避が成功したときにスローとかなりますよね。だってこれ毎回スローになるってことは回避失敗してたらゆっくり死ぬだけだよそれゆっくり死ぬだけで、R1 攻撃。何、なんかある、なんかある、ここになんかあるなんか弾かれてよね今ね。1、2、3、なんかね、なんかあるちょっと違う、これ地面に当たってるだけか、こっちに向かってやるか。いなんかね、今回攻撃のモーションが多彩ですね。下から、待ってこれさ、これクズ流線できんじゃない。ちょっと待って、なんか暗くなってきた、また画面。これ昼夜、昼夜の概念あるなこれ。さてはバックもう夜になったらもう何もできねえじゃねえかよ。これ朝待ちするじゃん。あ、皆さん今のうちになんかあのお昼ご飯とか食べてきていただいてもいいですよ。大丈夫、はい。ちょっと待って、操作方法まだ全部確認はできてないんだけども、ちょっと三角の印のあるところに向かってちょっと進んでいきますわ。じゃあちょっと待って、俺今ふと疑問に思ったんだけど、俺このゲームさ星 2.58 なんだよね。なんでなんで間違って入れちゃったね。星5にする理由が今んとこ皆無なんだけど4も皆無、3ですら皆無だよ。星3以上入れてる人はちょっと狂ってるね。どいつもこいつも狂ってやがる。なんかでかくなってる三角が近寄ってるよ確実に。なんか聞こえた、モンスターいる。クラーケン、クラーケン、いい、あ、クラーケンいた。俺これ向き合えねえ、俺これ向き合えねえよこのゲーム。はぁ、ちょ説明しましょう。動画編集ソフトで画面をかなり明るくしていますので、かろうじてモンスターっぽいものが見えておりますが、ゲームをプレイしている刑事チャンネルにはここが真っ暗にしか見えていませんでした。またゲームのセーブなどといった概念もありませんので、一度死ぬと全て1からやり直しとなります。なんだよこのゲームマジで。しかし刑事チャンネルは今からこのゲームをトロコンします。無理だろう、どう考えても。暗闇にクラーケンいて攻撃されて死んだんだよ多分。ギルソン・ピーポンテスのゲームは大体一撃で死ぬんすよね。大体一撃で。つかなんかいる、つかなんかいるよ。何なんか横になんかいるんだわ。暗すぎてわからない正体が。ほら雷で今チラッとで、ドラゴンだよねえ、ちょっと待って、 PV でドラゴンに乗れてたけどまさかこれ乗れる、それとも敵？今見た？今ピカって光ってちょっと花とか咲いてたわ。花とかそんな頑張って作ったのに、なんでこんなに暗くして見せないんだよギルソン・ピーポンテスよ。あ、このさガラッテガラッテテケテケガラッテテケ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 が腹立ってきた。なんかこの BGM すげえ腹立ってきたねえ。画面とうとう何も映ってないぐらい暗くなっちゃったんだけど。あ、待って朝来たかも。ドラゴンだよね。
あ、え、ごめん、乗った乗った、すげえ、あの PV 嘘じゃなかった。しかも画面明るくなってる。そのえぐいぐらいぼやけてるけどさ、飛べる飛べる。あ、飛ぶけどこれでもジャンプだな、ただの。あ、飛んだ飛んだ。え、どこ、上昇は上昇は押しっぱなし、四角ボタンでジャンプして、あ、このまま攻撃もできる。ちょ待って、でもね、飛んでるけどね、その全然低っ高度低っ。ついにドラゴンに乗ることができてテンションを上げているところ申し訳ないんですけれども、このゲームドラゴンに乗ると敵が出現しなくなります。それがバグなのか仕様なのかは全く分かりませんが、すなわちドラゴンに乗った瞬間にゲームは罪です。しかも降りることもできません。リセットするしかないんですよね。これ何のためにドラゴンに乗れるんだよ。ちょっとごめん、攻略サイト一回見るわ。攻略サイト、ごめん、攻略サイトなんてあるわけなかったあるわけねえよな、攻略サイトなんてよ。あ、ちょっと待って、このゲーム遊んでる人の X のポスト見つけた。150円だったからまあいいかって言ってる。1500円だったんですけど。でも待って待って待って、 ここでやめたらそれこそもう本当に前と同じなのよ。元の木阿弥、ただの同じこと繰り返しただけなんですよ。俺はこの先に行きたいの。敵を何としてもまず倒したい。敵を、敵いる敵いる、この本気でね、マジで前が見えなさすぎてカメラがどこを向いてるかもわからないんだよね。方向感覚失うってすげえおっかないね。いや、この状態、せめてこの状態。ダメだ、森の中入ったらもう何も見えない、マジで。森の恐ろしさすごい痛感させてくれるわ、このゲーム。ああ、ここいいね。このぐらい、せめてこのぐらいでいてほしい。マジでこのぐらいでいてほしい。さあ、敵こ、あ、来た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 。いや、マジでこの明るさで戦いたい。この明るさ。シャキン、これね。で、いざとなったらローリング。いるよ、敵この辺にいるよ。なんで暗くならないで。なんかいる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 。暗い暗い、暗すぎる暗すぎる。さすがに無理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 。スコーピオン来たけど見えない。あ、あー無理。ちょ待って、マジ無理。でまあ、ちょこれほんと無理、俺このゲームどうにもならない。え、なんで俺この画面こんな暗いの。なん、みんなボスそこそこ倒せてるみたいなんだよね。なんで俺だけこのゲームこんな画面暗いの。あかんあかんあかん、やっぱ何も見えない。ほんと、え、なんだろう、マジで何も見えないんで、俺だけ。ちょ、部屋の電気全部消すぞ一回。みんな見えてたりする、これ。なんかなんか見えてたりする。ちょっと明るくなった。今だけ、今だけ、ほんと今。早く敵出て、早く出てこいよ敵。あ、いるいるいる、なんか動いてる。あいつをしばく。明るいうちにあいつをしばく。そっか、昼間のうちに敵に近寄らんとダメだよって、そういうこと言ってくれてんだね、きっとね。ただ敵が暗い方に行っちゃってて、なんも見えん、なんも見えん、なんも見えん、あー、なんも見えん、はい、なんも、いやー、影、影だけ見える。黒、純粋な黒。わ、雪 EL のモニターって純粋なブラック、真の黒が見えるんだね。バカ野郎、言ってる場合じゃない。死んでたみたい、なんか死んでたみたい。ちょっと待って、ほんと、え、これどうにもできないんだろ、これだと。どうしたらいい。あ、ちょっと待って、あ、こっちの画面の方が見、あ、こっちの画面見えるかも。ちょっとモニター変えよう。ここで私刑事チャンネルは攻略法を見つけます。それはモニターを見ないこと。そんなことしたらゲームプレイできませんよねって思うかもしれませんが、ゲームを録画するためのツール OBS スタジオを通して画面を見ると多少明るく見えるんですよね。このゲームを遊ぶときはゲーミングモニターを捨ててもいいです。ゲームモニターもういらないモニター捨ててきて、ちょっと誰か、これいらないから。来た来たぞ敵。見えるかな今回、見えるかな敵。来た来た来た、うわ、なんでこいつ、うわー怖えー、あー、ガローリングで回避して、ゆっくり
こうゆっくりちょ攻撃したい。いや殺された。あでもちょっと近寄った、近づいたわ。俺公約に今一歩近づいたからね。これあもうここからはみんな俺の背中だけ見てこっちついてきて。ここからはもう俺の背中だけ見てて。あいるいるいたいた。これガードガード。あやっぱりあのあれだわ、ロックオンはできるね。ロックオンは敵の攻撃でもガードって言ってもスタミナの概念とかないからどれぐらいガードできるんだろう。すげえ攻撃してくるじゃんこいつ。ここ攻撃今当てたとかな、暗すぎてマジで分からんな。音としてはね当ててる。あ炎で逆に見えるようになった。俺攻撃食らってるよさっきから。説明しよう、このゲームガードしてたら無敵です。 L1 ボタンを押し続けてる以上死ぬことはありません。あのねすごい発見した、あのハプティックフィードバックある。ハプティックフィードバックある。待って、攻撃した時にブル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 ってなるので、こいつ死なねえ全然。ていうか攻撃届いてんのかな。死なねえ、俺も死なない。ガード最強説。倒した。なんも言えねえけど倒したよね。倒したよ。ちょ待って、ガードしてたら死なねえぞこっち。ひょっとしたらこれガードボタン押してりゃ無敵状態になるのか。まあ次敵がね今目の前にそこいるんで、まあ、この戦いでそれが判明します。今度すごい雑に行ってみるわ。はい、そもそもね敵に近づけてんのか近づけていないのかもよく見えない。なんかねグリフォンみたいなやつと戦ってるね。グリフォンみたいなやつと。で一つ確定したことがありますね。これねガードボタン押してたらこっち死なねえわ。わかるわかる。テンション上がった。これをやらせてくれよ。ダメージ表記あるこのゲーム。ちょっと待って、ダメージ表記あった。今25って出てたよね、見た今。ダメージ表記あるじゃんこのゲーム。マジか。夜の暗さでダメージ表記まで暗くなって見えなくなるってどうなん。あでもねどの攻撃当ててもね絶対25だ。いや分からんよ、なんか新しい武器とか手に入れたら攻撃力上がるかもしれないじゃん。あごめんないわ、このゲームステータス画面ないから装備変えられねえわ。ごめんなかった。ボタン押しっぱなしで連打するから疲れてきた。すごい、親指で押すか。ただ是が非でもガードボタンだけは外せない。ああよしよしよし倒した。ガードボタンだけは絶対押し外してはいけない。我次なる敵を求めこの闇なる森を進む。でちゃんと分かるから敵がどこにいるかは。うわこいつグロい、グロいっていうか怖い怖い怖い。なんかねベルセルクとかに出てきそうな感じの敵の雰囲気。なんかすなわち俺ガッツだよガッツ。ほらそれは剣というよりは撤回だった。いいねいいね、明るくなってきたよ。夜明けまで戦うガッツ、夜は戦いだから。なんかいろんなゲームを遊んでてその動画見て自分もこのゲーム買いました、面白そうに見えてっていう声とか結構あったりするんですよ。ありがたいことに、本当にありがとうございます。ギルソン・ビー・ポンテスのゲームに関してはそういう声一つもないんですよね。一つもないんですよね。ほらかっこいい、景色いいのになんであんなに暗くしてしまうん。ギルソンさん、なんでそれ見せたがらないのね。謙虚か、謙虚なのか。このまま敵全部倒してトロコンしようかなと思うのでちょっとトロフィーの表示をオンにしました。はい、ギルソン・ビー・ポンテスのゲームをプレイしているとなんか途中から変な意地みたいなのが湧いてくるんですよね。何が何でもクリアしてやる、そんな風に自分の気持ちを奮い起こしてくれるのもこのゲームの特徴かもしれません。ただしこのゲームクリアしたところでだから何なんだろうという気持ちが湧くことは間違いありません。ご注意ください。
おーし、ハーピーか今のやつ。あーなんかやっと明るくなったね、ほんと画面ね。もうこのままをキープしてほしい、マジで。牛気みたいなやつ。いやいいわ、これ画面さえちゃんと見えてれば、このゲーム画面さえちゃんと見えてれば俺星3入れてるかもしれない、無双できるから。ねえ、いっそのことじゃあガードボタンを押さなくても無敵でいてほしいね。疲れるんだもん、ガードボタン押してたら。だからそうなってたらもう最高、倒した。いやでもね、これね、そのこっちのボタンをガードしながらこっちで攻撃だから、なんかそう両手使っちゃうんだよね。もしガードも攻撃もこっちの手だけでできたら楽だよね。そこで皆さんおすすめしたいのがこちらです。デュアルセンスエッジ。これを使って背面ボタンに L1 ボタンを割り当てればガードしながら攻撃、それを片手で行うことができます。最高じゃん。これでいこう。来たよ。あ、さっき俺のこと倒したやつだよ。お前の攻略法俺も知ってっから。戦ってる最中は退屈なんで、ちょっと SNS とか見ますね、私。あ、動画にコメントくれてる。ゲーム実況の方の動画に。うわー嬉しい。あー復讐を果たしたぜ。近くにいるぞ。うわー気持ち悪い、何あいつ。ちょっ待って、モンスターのデザイン絶対いいって。エビかな。あ、クラーケンだって。クラーケンってエビ俺クラーケンってイカだと思ってるんだけど、これは甲殻類なデザインしてるよね。でもね、触手の数はね確かにクラーケン臭さある。ちょっと待って、神話におけるクラーケンの正確性ってどうなってるんだろう。ググりたくなるよね。そんな時ゲームをしながらググれるのがこのなんだっけ、サマエル。ちょっと俺今クラーケンググるわ。クラーケン、ひょっとしたらエビのデザインにいくつもの触手を持ってた可能性もあるけど、いやでもクラーケンってやっぱりね、ごめん俺イカだと思ったら違う、タコなんだ。クラーケンって巨大なタコ。え、ちょっと待って、ドラクエでさクラーケンってさイカじゃなかったね、ドラクエで。ドラクエのクラーケン調べてみるか、ね、普通こんな戦闘中にそんなこと普通できないんだよね。それができちゃうのがこのゲームなんですよ。え、ごめん、このゲームひょっとして神ゲー。あ、倒した。ほら、ドラクエのクラーケンはイカだね。まあれだよ、さまざまな解釈があるよっていうことなんだわ。だからこのゲームではエビですこのゲームではエビ、クラーケンはエビなんです。お前はなんだ次は。これちょっと待って、モンスター見るのが楽しい。ただ問題はたまにね、暗い夜だと何も見えない時がある。このゲームの画面、ね、ひょっとしたらテレビとかモニターとかで見え方変わるんだと思うんだけど、もしご自身のテレビやモニターで、いやーなんか暗すぎて見えないなと思ったら、すぐにテレビを消してください。テレビを消して、モニターで OBS スタジオ、ね、起動して、そっちのモニターで見てください。OBS スタジオに関しては、皆さんでググってちょっとどういうものなのか確認していただいて。ガゴイル、いいよね、デザインやっぱいいよ、そこそこ。なんかさ硬派な RPG とかに出てくる敵のデザインしてるよね。そんなガーゴイルとガチンコの勝負だよこれ、叩き合い。俺とお前の耐久力どっちが上か。くらえ、横投げ、回転斬り。来たよ。ガーゴイル倒し。あ。
敵全部倒したわ。ああ、すいません。今回ですね、ギルソン・ B ・ポンテス・プレゼンツの、サマエル・オフイコスの遺産をプレイするにあたって、やっぱりいい点ってすごいたくさんありましたよね。まずゲームとしてちゃんと起動しているというところは、すごくいい点でもあったなと思いますし、ボタンを押せばちゃんと攻撃も出るし、ね、クリアもちゃんとできるんですよ、このゲーム。それだけで、絶対クリアが不可能なソードオブフォートレスよりもだいぶいいわけですよね。だから、まあ、なんだろう、星つけるとしたら、星 1?